P-59、IF2 リットルエアラコメット飛行する、P-59A-1BE44 から26,609号機 P-59 エアラコメットは、アメリカ合衆国のベル社が開発し、第二次世界大戦後にアメリカ陸軍航空軍等で使用された、総発タンザジェット戦闘機。性能の低さから、主に試験機として使用され、 アメリカ海軍へもイフ2リットルの1エアラコメットとして2機が渡されたが採用されなかった。愛称のエアラコメットは空飛ぶ彗星といったような意味。ジェット戦闘機の開発はイギリスからの技術協力を受けるなどして1941年頃から開始されていた。1942年には大まかな機体デザインが決定され、 1942年3月に試作機として13機の y p 5 9が発注された。1942年9月にはダミーのプロペラをつけた機体がミューロックイヌイコに運ばれ試験が開始された。初飛行は10月1日であり地上滑走試験の最中に浮き上がったものであった。初期のジェットエンジンは 出力が小さく、信頼性も十分でなかったために実用化へのめどは立たなかったが、1943年6月には量産型 P-59A の発注が80機行われている。ただし、P-59A は運動性が低く、速度もレシプロ戦闘機に劣るものであったため、30機が製造されたのみで、残りはキャンセルされた。なお、 研究用として、イギリス空軍に1機が提供され、アメリカ海軍にもイフ2リットルの位置として3機が提供されたが高い評価は受けられなかった。ハマキ型の胴体に注力配置、直線翼の主翼を有している。エンジンは主翼付け根に左右1機ずつあり、エアインテーク及びノズルも胴体脇、き、主翼の直前、直後にある。 結果的に機体そのものの性能は低かったが、エンジンやエアインテークの配置スタイルは、総発レシプロ戦闘機の空気抵抗が、大きいエンジン配置を、ほぼ踏襲した、ドイツの目2 6 2シュバルウェやイギリスのミーティア、エアインテークを機種正面に設けて機種部の搭載スペースを失わせた、ソ連のミックマイナス15ヤードに、 アメリカ陸軍航空軍で運用された F-86 セーバーよりも進歩しており、エアインテークが正面のジェット戦闘機より、後の時代の機体基本的レイアウトとなった。武装としては機銃を機種に集中配置している。P-59A-1B3 メンズ。ありがとうございます。